はい、こんにちは、こんばんは、藤山さんです。サイレン。続けてやっていきます。まあ、続けて、やっていきます。で、労働、戻れないか。労働をした、まあ、電源入れて、労働画面開いたら、この人の名前が出てたんですよ。なので、ちょっと外で太鼓がね、ボンボンうるさいんだけど、なので、もしかしたら、もしどこやるかわかんなくなったら、ロード画面開けば、まあ、次にやるべき、やってくれる、内鍵を探す。体育館非常口の内鍵っていうものがあると、ろうそくがもらえたんですかね。まあいいや。よし、あ、まあいいや。来い。来いってやってないね。なので、まあそんな感じかな。で、確かね、ろうそくもらった時も、内鍵をね、もらったつか、どっか拾ったんだよね。どこだか全然覚えてないんだけど。あ、それをやったから、まあ、ろうそく？お前、どっから来てんだよ。びっくりした、今。正気かなと思ったよ。なぜかここやると、でも開けっと見つかるようになっちゃったんだよね。2周目とか関係ないと思うんだけどね。やっぱ関係ないね。俺のなんか動きがおかしかったのかな？ね、また戻ったしね。よし、来い。で、前回やって分かったのが、足音はまずいと。足音はまずいっていうか、ね、アヒルさん歩きすれば、足音も消せる。というステルス機能がね、搭載してるんで、このゲーム。それを知らなかった。知らなかったっていうか、歩けば足音なんて消せるじゃないですか、実際。ほとんどね。走るよりも歩けば。むしろ、アヒルさん歩きした方が足引きずってて、ね、あ、これ、バレやすい気がすると思うんだけどさ、このとこどうすかね。ちょっと、はるみちゃんが邪魔で、ジャックしたい人が、ニャーオ！ジャックしたい人がジャックできないな。ここだ、オッケー。完全に把握した。で、まずこの人の動き、そうそうそう、もう2周目？ 2 周目っていうのかな？第2条件。で、終了条件2か。まあ何でもいいんだけど、スローを成功させるには、まあ、もしくはもう終了条件2から進んだシナリオ、相当死人の動きを把握していないと、まるでクリアできないので、ねえ、まるでクリアできないんで、やつの動きをもう覚えてないんだよな。どういう動きだったのか。いけるか。いけなきゃもうダメでいいんだけどさ。危ねえな。危ねえか。若干危なかったね、今。体育館の内鍵っていうものをちょっと探したいんですよ。危ねえな、腕が見えると困るかな。どっちに行くんだっけ？まずこっちを見るのか。教室を回って階段を見て、で、女子トイレ、こっち男子トイレか。男子トイレ、男子トイレを見ない？って入らない。男子トイレに入らずに、男子トイレに入る。これもあれなんですかね、もう終了条件、
に、まあ、発生して、発生っていうか、まあ、出てる状態だと、女子トイレにも入るよね。あ、こっちが男子トイレか。うん。どこで撮ったかな。そう、まあ、条件が変わってくるとまた相手の動きが変わってくるのかどうだかよくわからないんだよね。これがまた。で、こっちに通って、まあ、教室に入ると。で、まあ、教室に入れば、いいわけだな。まず、女子トイレに入っちゃって。どこで鍵取ったかなんだよね。まず、職員室に行くまでに、まあ、拾ってるはずなんだよね。ろうそくもらってるから。まあ、ろうそくをもらうことが、すなわち、正しい。道なのかちょっと分かんないけどさ。オッケー、と。間違いないよ。男子トイレに入っていくと。なんかあるか？男子トイレで何か探した。おお、来い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 。ちょっと完全に危なかったけどな。隠れろ。俺も入れて欲しかった。で、しゃがんでるか。待って。で、声でいいかな？見つかっちゃうかな？ライトチカチカさせてんだね。ってなってんだけどね。うわ、危ない危ない危ない。これ以上近づいたら今即死だったな。 OK、 行こう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 、歩いていこうね。歩いて行っても若干怪しかったけどね、このゲームで。カチャカチャ鳴らすと危ないんで、開けちゃってこっちに来させて、来させて、隠れろがないんだ。来させて一旦待たせるか。いや大丈夫だな。閉めちゃおう。閉めて OK。 バターンってするんじゃない、バターンって。で、職員室に入、まあ入ったからでもいいんだけど、ここに隠れてもらおう。ねえ、パリ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 なっちゃうからさ。で、まあゆっくりと探索ができるわけだ。まあもっか鍵ですね。鍵なんかあったかなと思うんだけどね。これ、ろうそくが燃やされた跡がある、探すとかないんだよね、別に。またこの人ですね、この人を気をつけて。マナ十字架が書かれている。まあ、どう見ても十字架には見えないんですか。何にもないもんな。別にろうそくも、危ねえ危ねえ危ねえ。なんか使わなきゃいけないわけでもないと思うんだけど。ちびとを見てると鍵が落ちてる場所とかわかるかな。じゃあ開けんなよ、開けんなよ。開けたら最後だからな。どこだったかな。どこ他には絶対あるんだよね。男子トイレの中だったかな。女子トイレか、女子トイレの中だったかな。まあ、とりあえず中入っちゃうか。ね、職員室の中。ここ
く開ける分には問題ないんだよね。で拳銃持ちがそこにいて、で見回りの人がトイレに入っていくと、で我々もスルスルと来てるよね。 OK、 我々もスルスルとねこちらに行くと。頼むぜ頼むぜ、俺来てる感じがしねえな、来てる感じはしないけど、ちょっと探索でもしようか。でここからは出ることができないから、まあ職員室に行かないといけないんだよね。あ来てるか、オッケー。ここ確かね何にもなかった気がするんだよね。待ってろよ、まあ、ここでちゃんと待てが機能してるかわかんねえけど、足音完全にしてるんですけどね。やっぱ何もないよね。となるとやっぱトイレだったのかな。まあいいや、行こうかとりあえず。まあ前の動画を見直してもいいんだけど、若干めんどくせえところもあるんだよね。はい、じゃあ入りました。多分鍵見つければ。これ何か道具さえあれば、うん、鍵を見つければ勝手に、今持ってないけど勝手にイベントを発生してくれると思うんだよね。貴様こんなものをどこで、ってロースくんもらえると思うんだよ。これじゃないの？これは体育館の鍵なのか？ん？先生、あ、これ。あ、達成した。あれ？なんでだ？ちょっと訳がわかんねえな、このゲーム。バグかい？バグ付きかい？このゲーム。別にバグがついてでもいいっす、構わないんだけどさ。見つかったか？大丈夫か？お、大丈夫じゃないくさいか？来るか？見えてるんだろうけど、まあ、見えてない設定で回ってこられるとまずいんだけど、他の巡回は大丈夫か。まあじゃああとは武器持って突っ込むだけかな。ちょっと早く帰ってくれよな。あ、そうだね、この場所で感づかれたんだから、多分あの拳銃持ちはあそこまで来ちゃうんだろうね。で、教室の中に入られるのは怖いか。ここだ。ここ、完全にここじゃなかった気がするな。お、キャンセル、キャンセルしてた。あ、気づかない。こっち向かないとダメ。いやー、気づいてこない。なんだろう、微妙な場所の加減が。おい、ちょっと動かない動かない。あ、場所最悪なんだけど。さっき気づかなかったでしょうね、あんた。汚ねえぜ、完全に。おい、これの繰り返しじゃこのゲームは終わらねえぞ。てかもうだってこれでさ終了条件に達成してるんだから、あ、
そうか、一発クリアじゃないといけないのか。そういうことか。そんな感じだな、よくよく考えると。はい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 、あ、わかりました。じゃあ一発クリアしよう。はい、死にましてね、もう一回やってるんですけども、ここでさ、見つけるのって倉庫の鍵じゃなくて普通に体育館の鍵なんですよね。先生、あ、これで遠山レイク必要条件を達成した。これはまた別の時間のやつなんだよね。うん、多分ね。でトイレとかもね、ちょっとくまなく時間かけて探したんだけど、なかったんで。でな、死んじゃったのもさ、これどこだっけ、あ、教室か。死んじゃったのもね、はるみちゃんがね、トイレに隠れてなかったんですよ。なぜかトイレに隠れてなくて、図書室の方に隠れちゃって、で右往左往してる間に死んじゃってダブルアタック食らってね、死んじゃったんですよ。サイドアタックか。ううなんで？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 あれかい？動きが変わるのか？もうこの時点で。別に多いしなくても、この短筒持ってる人は動きがこの時点で変わっちゃうのか？そうだね。そう思わないとこっちやってらんねえよな。で、この時点ですでにはるみちゃんの視界をジャックさせてあります。これではるみちゃんがトイレにいれば、まあね、場所わかるし、図書室にいれば図書室にいるっていうのはわかるし、まあ、視界ジャックすればこの銃持ってる人とか、まあ、この辺の人見れば上の階にいるか下の階にいるか程度はわかるようにはなってるんで、そこまで難しくはないと思うんだけどね。で、あとわからないのは、一連の、なんだろうな、動きが連動してるのかどうかなんだよね、この、死人たちの。例えば完璧に見つかるタイミングで動かれると、まあ見つかるんですよ。例えばこう、死人が来た時に、じゃあこの銃持ってる死人が教室見回ろうかなっていうことをやってしまうと死ぬんですね、完全に。さすがにね、コンピューターそんなことはしないと思うんで、例えば絶対見つからないタイミングで動いてこないな。あくまでなんか俺がこうやって近づくと、わかんないっすね。おーい、これで、まあ感づくというか動くんだけど、何で動いてんのかがちょっとよく分かってねえな、まだ俺。まあいいや、とりあえず中入っちゃえばね、イベントキャンセルできるのはね分かってるんで、追っても来ないと思うしね、ここまで。ほら。ね、彼ら追って来れないんで。で、ここで、まず、はるみちゃんの場所を把握できるかどうかなんだよね、まずさ、ここで。この時点ではまだ、ね、職員室にいます。で、ここでムービーを発生させる。はるみちゃん、どこにいる？いないでしょ、ほら。今この状態で今死人がね見えたから図書室にいますね。
これは終了条件を達成しているからこの状態になっているのか、はたまたランダムなのかはちょっとわからないですね。まあ、とりあえず校長をとぶっ倒す。距離がね、あんまり離れないんだけど、校長は。で、こっちの、レイコさんだっけ？レイコさんだったか、ナオミさんだったか。振りが非常に遅いので、まあ、距離が、まあ、あんまり気使わなくてもいいかなとは思うんだけどね。で、もっか、倉庫の鍵っていうものを手に入れてないので、それを探さないとまずいんですが、それを探すとなると、まあ、あと探してないのはここぐらいのもんなんだよね。で、ここに一人いるんだよね。ここ外すしね。まずい。早い振りに切り替えて、これ振りほどいて、早いんだよね。これがさ、で、校長の復活が非常に早いので、下手するとこの体育館で戦っちゃった方が、打ち掛け外せないのこれ。開けられんじゃん。で、向こう側から押さえつけられている。鍵が見つからないんですよね。大体さ、行ってないって、ところがない。非常ベルってなんかあんのかな、このゲーム。入ってない場所は体育倉庫だけだよね。でもその鍵が見つからないっていうのがちょっとよくわかんないんだよね。これはまたなんか終了条件2が成功してない、他のキャラクターが成功してないのか、それとも実はこの辺にちゃんと鍵はあって、じゃあ早く動けって見つけられてないだけなのか。例えばこういう足踏みオルガンの裏とかさ、鳴らすとかないんだよね。多分ね、校長がねぼちぼち復活してくると思うんだよね。ボールは蹴っ飛ばすことはできんのか。で、今土下座している間に鍵だけ外しとくかね。で、校長がね、校長なんですけど、裏通れるだけか。校長なんだけど、あ、ほら来た、早いんだよ復活が。ね、復活が早いので速攻でぶっ飛ばす。で、まさかのばあちゃん復活、それは想定外。で、今度はるみちゃんは別のやつにお見かけしたな。これが開かないんだよね。鍵がないと開けられない。それじゃ困るんだけどね。敵は多分見つからない。完全には見つかったね。で、上までとにかく登ってって、今度はこいつと戦う。おママさんだけなのかよくわかんないけど、2発で沈むんで、それでいいでしょう。ここじゃなかったね。開けといて、多分ここにね、はるみちゃんがいるはずなんですよ。先生じゃないんですね。職員室の窓から脱出すると非常にやばいですね。まあ、はるみちゃんはロックする必要がないので動きたいんだけど、これ何も抑えられてないんだけどな。こことそこだと場所が違うのかな。もしくは非常ベルを鳴らせば、
なんかあったのかな。ちょっと非常口の鍵、非常階段か、非常階段じゃない、体育倉庫の鍵見つけることができないな。実際、あーちょっと来てないな。で最終的に危ねえのが校長。校長は多分これかな。金属バットをちゃんと持ってるんだ校長は。来てる？来てるか分かんねえな。ハルミちゃん来てないな、これ。なんか突っかえちゃってんな。死人が復活するんだけどな、これ。ハルミちゃん、何やってんの？これ怒られるよ。あんまり来ないと。これ下手すると、校長をここでぶっ飛ばした方が。あ、びっくりした、お前か。ちょっと隠れて、隠れてな。いきなり走ってきたからさすがにびっくりしたよ。これですね校長。うん、校長先生はちゃんと上にまで来ます。ので、まあ、ここで一発沈めとく必要はありますね、完全に。なるべく離れて戦いたいな。まあ、ここでワーキャー騒がれても、まあ、大丈夫だと思うんだけどね。バトルが長いんだよ。あっぶれ、相打ちなとこだった。まあ、3発、まあ、どうにでもなる気ですかね、はるみちゃんさえいなければ。であとは時間内に戻れればいいんだけど、残念ながら俺体育倉庫の鍵持ってないんですね。なんで多分もう一回やることにはなると思うんだけど、どうすんのこれ、終わらねえよ。でまだこれもね、無事にエンディングを迎えられるかどうかわかんないしね。無理やり進められるんだったらね、構わないんだけどさ。こいつ誰だ？ちょっとさ、校長これ復活してねえかこれ。やべえな。校長復活してるよねこれ絶対。ちょっと早く来よう。こいつはまずいぜ。拳銃持ちが今おとなしいからゆっくり行こう。ここはちょっとゼーハー言ってるけど、アヒルさん歩きだったらどうかなるはずだ。あーちょっとドキドキしてる。これ失敗したくねえ、ドキドキだからな。これ全く怖さはないんだけど。よし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 、逃げ切った。一応校長の場所を確認しようか。あ、校長先生はやっぱ図書室に一回見に行ってるんだね。ってか復活早すぎ。本当にこの辺何もないの？だってなんかなきゃまずいんだけどなこれ。職員室だっつってんのに鍵のタワーの置き場がないってのはどういうことなんだ。仕方ない、もう脱出するぜ。開いた。先生早く逃げよう。よし、終了条件に達成と。もうセーブだよ、何よりもセーブが大切だね。ここほら、遠山玲子になってるんですよ。
で、これをセーブして先に進むと、美浜直子になると。未プレイですね。